よし、今日はよろしくお願いします。はい、あ、今、なるほど、お願いします。うわぁ、さあさあ期待してますよ。期待しています。いやいや、期待してます、期待してます。まっすぐも入んない。もう楽しく楽しく、おー、いいじゃねえ、全然それでいい、それでいい、全然それでいい、それでいい、それでいい、いいっすね、あれ、すいませんでした。はい、ということで、りょうへいです、よろしくお願いします。はい、のりさん、懺悔とは、前回のね、年末の、イベントいろいろあって参加できなかったので、その懺悔ピッチング見せてもらいたいです。さあ、先頭、これサードに心っと転がった球、ファースト送球を、これが内野安打と、そしてね、ちょっと、送球ミスの間に一気に、ピンチ、先頭から一気にピンチとなってしまいます。さあ、のりさん、ここどうやって抑えていくか。はい、ツーボールワンストライクで、これど真ん中なんですけど、そう、サインがね、全く見えないって言って、これ多分変化球のサイン出してて、まっすぐかなんかちょっと速い球来てるんですよね。はい、そして、2人目の、2番バッターはフォアボールで出塁と。はい、これ高橋さんですね。あの、翔平でもいつも参加してくれる高橋さん、ゲツゲツ、今日敵チームなんですよね。はい、これ三振もやっぱサインが見えてないんですよね、サインミスの間で。これもパスボールとなってしまい、一気にピンチとなってしまいます。これ高く上がった打球が、これが内野安打となってしまいます。風なところで落ちてしまい、1点を、はい、先制されてしまいます。打ち取っているんですけどね、ちょっとまあ不運な形でヒットとなってしまいました。さあ、なおもピンチ。はい、これが変化球かな。うん、いいボールですね。いいよ、いいよ。はい、ツーボールワンストライク。これが、これもショート後方への打球だが、これ大久保君ナイスキャッチ。いや、うまく取りましたね、後方のフライ。はい、そしてバッターも翔平さんおなじみの、俊さんが、はい、そしてお決まりのいつも通りのデッドボール、申し訳ない。ん、怒ってるが、はい、よかった。でもこれに関してはね、俊さん、本当に申し訳ないです。毎回出るたんびにデッドボール食らってるような気がするので、申し訳ないですね。はい、なおもツーアウトで満塁だが、で、これちょっと2ボール決まっています。できればね、抑えたいところではありますが、これがフォアボールとなってしまい、押し出し。はい、2点目が入ります。はい、そしてこれもデッドボールで、さらに1点を与えてしまう、初回にね、3点を与えてしまう形になっております。はい、これセカンド神田さんがしっかり取ってファーストキャッチ。これちょっとね、あのファーストの連携が危なかったところではありますが、初回先制されるの、まあ、大量失点にはならなかったっていう点は良かったですね。さあ、次リュウヤ投げようか。はい、投げようか、リュウヤ投げよう、お疲れさん、リュウヤ投げよう。はい、エンジン3で取られました。はい、出るでしょ。実績は1ぐらい。あ、じゃあ声出しクリッチ行こう、やらしたから。はい、すいません、先ほどのエラーはあの3点ぐらいぶっちゃけ余裕だと思うんで、行きましょう、逆転しましょう。はい、そういうことで逆転したい翔平図、先頭はラガズでもね、参加してもらっている松井からとなります。これアウトコースの球を逆方向へ、お手本のようなバッティング、綺麗な流し打ちで先頭出塁となります。そして松井といえばこのバットコントロール、もう本当にどこにも打つような、バッターです。はい、2番には、九州出身のね、強打者楠木くん。ここで一気にね、詰めたいところです。これが見て見て、このパスボールの間に松井が2塁へ。さあ、チャンスになります。1点でもいいからね、まあ、あのでかいのとは言わず連打でつなげていって、なるべく早いうちに点数を縮めていきたい。これが変化球をためてセンター前へ、ナイスバッティング。そして松井が帰ってくる、センター前のタイムリーで1点を返します。攻撃としてはね、すごいいい形ができますね。はい、そして3番には異次元のアーティスト、オッチョさんです。さあ、ガツンと
カダカーと上がったフライが、これが落ちる。そして打球を落としたのを見て楠木君が一気にホームへ。2者連続タイムリーで1点差となります。ヤオットさん高いですね。ナイスバッティング、いいっすね。はい、そして4番にはもちろんクリッチが入ります。まあ、クリッチね、参加してくれているときはいつも4番打者なので。はい、ただこれが高めのボール球を振ってしまいます。5番には田島さんが入ります。さあ、田島さんもねこの球場で満塁ホームランを打ってる実績があるので、はい、これシュアな打撃でレフト前へ。ランナーは三塁ストップ。ただこれでねチャンス拡大となります。ナイスバッティング。田島さん来るために1本必ず打ってますよね。いや、ナイスバッティングです。そして龍也くん一気に逆転の一打を放つことができるか。龍也くんね、2回からはマウンドに上がるので自信を楽にしたいところ。これがフォアボール。そしてこれもサインミスかな、パスボールで、はい、同点になります。いいですね、おっちょさん。ブレッジフリックもいい感じですね。はい、そしてバッターには久保すら大久保くんが入ります。ここでね勝ち越ししたいところ。これが逆方向へ落ちる。三塁ランナー帰ってきて、そしてもう一人帰ってきた。二者生還で即、ね、逆転に成功することができました。はい、ナイスバッティングです。はい、8番にはラガーズキャプテンの神田さん。はい、この間に大久保が二塁へ。さあ、神田さん去年はねラガーズで打撃好調でした。今年もその流れ続けられるのかといったところです。さあ、この打球完璧に捉えた打球はレフトへ。惜しい、フェンス最上段。はい、そしてこれ打球を見てスタートなので、まあね、得点とはなりませんでした。アバヤホームランのナイスバッティングです。ラガーズに入った時は神田さんと僕で8番9番を打っていたのが懐かしいと思うぐらいのナイスバッティングでした。はい、そしてノリ、さんバッティングでね取り返すことができるかというところですが、これを3球で三振となってしまいます。はい、バッターにはヒロト。この打球当たった打球がこれも落ちる。ラッキーのヒットでさらに追加点となります。2者生還と。そしてバッターには良平。このタイミングでランナーが3塁へ。さあ、これインコース詰まらされた打球、セカンドゴロとなって、この回はチェンジです。3アウトチェンジになります。2回からはね、さっきほども言っていましたが、龍也くんがマウンドへ上がります。さあ、今日は上から投げるのかな。いつもだったらまあサイドだったり、まあ、下から投げたりするんですけど、この日は上から投げております。はい、まず先頭をお決まりのピッチャーゴロに打ち取っております。龍也くん投げると三振とピッチャーゴロが多くなるのでね。はい、そしてこれ左バッターが捉えた打球は左中間へ。これはね、相手バッターのナイスバッティングですね。はい、高校への長打を放たれてピンチとなってしまいます。はい、そしてバッターにはまあいつもね、翔平参加してくれるリントがあるんですけども、ここデッドボール。はい、そしてこれもピッチャーゴロ。それよりもまあバントですね、なのに三塁となります。そしてバッターにはなんで敵チームに高橋さんがいるという謎の現象なんですけどね。はい、翔平図でも活躍してくれているベテランの高橋さんが打席に立っております。はい、この打球ガツンと捉えた打球がレフト線へ落ちる。これで1人生還、そして2人目も生還と。レフト線へのタイムリーで2点を返されてしまいます。いや、これ高橋さんナイスバッティングです。はい、そしてお次のバッター、これがセンターへの打球、田島さんがナイス打球判断ですね。
アウトになっております。はい、チェンジ。はい、この回はラストバッター翔平からです。高橋さんのドロップカーブでサードゴロに打ち取られてしまいます。いや、リントいい動きしてますね。久々の翔平さん来てくれてもいいんだよ、リント君。はい、先頭に戻ってバッターは松井。先ほどはね、逆方向への華麗なバッティングでした。これがライト線への高田カート上がった打球が落ちます、落ちます、ライト線に落ちます。さあ松井はどこまで行くか。二塁を回った。はい、そして三塁へ。ライト線の打球はスリーベースで出ます。またチャンスですね。はい、バッター楠木くん、さっきもね綺麗なバッティングだったので、はい、これが詰まらされてしまいますが、ピッチャー高橋さんフェアゾーンで触れてしまい、はい、ランナー生還。これでさらに追加点となります。はい、そしてバッターには先ほどヒットのオッツさん、これがドカンと左中間真っ二つ、そしてエンタイトルツーベース。いや、もうマジで打つ、本当にオッツさんはマジで打つ。はい、そしてバッターにはクリッチ、先ほど三振だったのでここで打ちたいところ。はい、ちょっと泳がされるの見ててください。これ楠野くんが一気に生還、ナイス判断で、ナイス走塁ですね。クリッチに打点がつきます。いや、よかったねクリッチ。はい、そしてツーアウトになり、バッターには田島さん。これがサード引っ掛けた打球、リント肩強いわ。これはサードリントのナイスプレーでした。はい、3回もマウンドには龍也君が上がります。これ、まあ、お手本のようなセンター前ですね。ナイスバッティングですね。はい、そして俊さん、これが三振となります。まずワンアウト。はい、ワンアウトランナー一塁で、これ逆方向へですが、オッチョさんナイスキャッチ、ツーアウトです。はい、そしてこれパスボールね、ブロッキングで止めに行ったんですけど、当たりどころが悪くて膝に当たってしまってバントみたいになっちゃいましたね。ウレ君ごめんなさいと。はい、そしてこれインコースへの変化球かな、で三振、これでチェンジとなりますね。いや、さすがウレ君ナイスピッチです。いいよ、いや、オッケーよ。ナイスキャッチャー、ナイスカバー。この回はその先頭の龍也くんからになります。まあ、自援護してね、より自分を楽にしたいところです。はい、これインコースギリギリ決まってストライク、ジャストルッキング、見逃し三振となります。はい、お次はね、久保すら大久保くんです。先ほどは逆方向へのナイスバッティングでした。ただこれが、はい、マモとやられております。バット悪くない、今バット悪くない、ちゃんと当たってないから。さあ、キャップラガーズ、キャップカナさん、3人で終わらせないようにしてほしいところだが、はい、まさかの3球三振。この回はね、打って変わって3人で終わってしまいました。はい、この回からキャッチャーが楠木くんになります。そしてピッチャーの龍也くんもね、さっきの回まで上から投げていたんですけど、この回からはサイドだったり下だったりっていうのかな、ちょっと投球スタイルを変えております。はい、これでバッター追い込みます。インコースへの落ちる球、2者連続三振でツーアウトになります。はい、そしてお次のバッター、いやすごいね、サイドスローでも投げれて、上からでも横からでも、まあね、下からでも投げれて。はい、そしてこれがとうとう大久保くんの元へ、ナイスプレイ。本日はここまでです。次回後半戦をお届けします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。視聴平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。